荒尾市は、熊本県北西部にある市である。西は、有明海に面し、北は、福岡県大牟田市と境を接している、九州最大級の遊園地であるグリーンランドや、世界文化遺産のマンダ港があることで知られている。福岡県大牟田市との県境九州の中部、熊本県の北西端にあり、熊本市から北西に約40キロメートル、福岡市から南に約70キロメートルの場所に、 位置する。死当端の小体山から西へ、なだらかな丘陵が起伏しながら、有明海へと下っている。北隣の福岡県大牟田市とは、共に、三井三池炭鉱の町として発展してきた歴史がある。DID が県境を越えて連続し、漁師を中心とした都市圏を形成するなど、炭鉱が閉山した現在でも密接な関係にある。このため、 大牟田市との越境合併を望む意見も存在する。なお、大牟田市の中に、荒押しの飛び地が3カ所存在する。県境に位置するため、近郊山送信書を通じて、熊本県の民放4局と NHK 熊本放送局は、もちろんのこと、大牟田中継局を通じて、福岡県の民放5局と NHK 福岡放送局を受信することも可能であり、 地デジ開港は地域によっては、佐賀、長崎県からのテレビ放送さえ、鮮明に受信できるようになった。熊本県では長らく民放が少なかったこともあり、市内では、在福の民放五局を主張するために、多くの世帯が、大無田局にもアンテナを向けている。平成の大合併以前は、熊本市、八代市に次いで、県下第三位の人口であった。当市は、合併をしておらず、 2016年6月1日現在では、天草市、玉名市、浮市、甲子市に次いで、第7位である、緑が丘周辺の宅地開発が成功し、マンションも林立するなど、荒オシティモール周辺では、人口が増加している。そのため、近隣の各市町に比べて、人口の減少率は低く、近年はほぼ横ばい傾向にある、定数は18人。鎌倉時代、 武蔵七等の一つで、関東五家人の小城氏が、玉名郡の原僧の自当職を得て下校、小大山の麓に居城を構えた。戦国時代には、文後の大友氏に属し、肥後の有力黒人となった。江戸時代、細川忠都が、武前小倉藩から肥後熊本藩へ移行したとき、武前上野の東高原七と八左衛門が、小大山の麓に釜を開き小城焼きを創始した。 小城焼は2003年に国の伝統的工芸品に指定されている。筑後三池半島の国境に熊本半高瀬奉行所の岩本番所が置かれていた。1898年、三井鉱山によって万田港の改作が始められた。かつては大牟田市ともに三井三池丹港により栄えた。そして関東大震災以降から太平洋戦争に至るまで、 東京第二陸軍造兵所荒尾製造所があり、日本の軍需産業の一角として重要な役割を担ったグリーンランドの敷地や廃線となった荒尾市営電気鉄道などは、この当時設営された軍事施設の名残である。1960年代からの石油へのエネルギー転換に伴う石炭の需要低下、さらには1997年の最終的な閉山による 人口の減少や炭鉱離職者対策、その農産物としては梨やみかんの栽培が盛んである。生産者の高齢化などにより、近年は新たな特産品として、比較的栽培の手入れが少なく乾燥にも強い、オリーブやオリーブオイルの生産に力を入れている。荒尾市は2004年から食をテーマに第一次産業から第三次産業までが連携し、 地域活性化と雇用拡大を図る地域再生プロジェクトに取り組んでいる。この中で商店街の空き店舗を活用し地域住民が中心となった農産物直売所県研究拠点施設青県が焼酎、ワイン、みかんジュースなどの特産品開発や生鮮品販売で成果を上げ注目されている。警察、編集消防、編集高等学校、編集中学校、 編集小学校、編集特別支援学校、編集なお、隣接する福岡県大牟田市にある、国立有明工業高等専門学校の学生寮が当市にある。距離的には、佐賀空港が最も近く、ついで、熊本空港が近いが、空港連絡バスが福岡空港業のみの運行となっていることなどから、福岡空港を利用する市民も多い。 荒尾駅市の中心となる駅、荒尾駅九州旅客鉄道かつてはこの他に、荒尾市営電気鉄道があったが、1964年に廃止された。九州参考グループの参考バスが、荒尾市内路線、荒尾市と長洲町を結ぶ路線、荒尾市と玉名市、玉東町を結ぶ路線を運行している。西日本鉄道グループの西鉄バス大がそれぞれ、大市と荒尾駅、 グリーンランド、四北端の倉掛りや三井三池丹港万田港、四北東端の小山を結ぶ路線を運行している。また、福岡空港と荒尾市内を結ぶ高速バス路線も運行している。かつては荒尾市交通局が市内を運行していたが、2005年4月1日に廃止され、路線は三高バス二乗とされた。高速道路、編集市内に高速道路は通っていない。 九州自動車道南館インターチェンジが最も近い。一般国道、編集剣道、編集主要地方道一般剣道その他、編集荒尾地方の方言は、古語が現代まで存続したものが多い。マンダコ荒尾市原、ヤワタグ大祭。毎年10月15日に開催される、1ヶ月早い753、岩本橋、熊本県指定重要文化財は個人。 ありがとうございます。